学力帯で起こるんですね。勢いで説明をしても夏期講習の申し込みにつながるんですよね。ちょっと丁寧にやりすぎ、夏と冬の修学旅行は全然違うんですよ。はい、皆さんこんにちは、教育系の平野と申します。今回ですね、夏期講習と冬期講習の修学方法の違いっていうのを皆さんにお伝えしていきたいなと思います。夏成功したのに冬失敗したとか、それって言ったらおそらくなんですけど、夏も冬もね、同じ営業手法を使ってるからだと思うんですね。で、僕は夏と冬ってのはもちろん地域にもよるんだけれども、明確に集客方法ってのが違うというふうに思っています。夏期講習の集客方法ってのはここである程度説明しようかなと思ってるんですけど、冬の集客方法に関してはすぐに使える冬の営業手法っていう形で、9月8日と10月13日それぞれ東京と大阪でリアル授業をしたいと思っています。すでに申し込み来てるんで、9月10月に冬期講習の集約方法が知りたい方はぜひ概要欄から公式 LINE 飛んで PDF 資料を見て申し込みの方をしてみてください。まず夏の夏期講習の集約方法と冬冬期講習の集約方法の大きな違いを説明したいと思います。冬期講習ってもう冬期講習からは受験生は受け入れてませんよっていう塾とかって結構ありますよね。大手の塾だとよくあります。逆に夏期講習で受けられませんっていう人ってまずいないわけですよ。夏っていうのは世間全体がなんとなくなんだけど、夏期講習に行かなきゃ、塾に行かないとまずくねっていう雰囲気がまずあるんですよ。学力のピラミッド層で、まあ上中下に仮に分けた時も全学力帯で起こるんですね。例えば上位の子は、なんか、春とか夏の中間テストや期末テストの点悪かったなって言って、そこの補填がしたいから、まあ、来たいみたいな子もいれば、それに引っ張られる中間層もいるし、いや、あんた夏ぐらいもう塾で勉強してくださいよっていうような、まあ、勉強できない層も、雰囲気としてね、ピラミッド全体がね、勢いに乗ってくるんですよ。だから、ある程度塾に問い合わせが来た時に、受ける気でなんとなくいて、それに対して説明を行うから、勢いで説明をしてもまあ夏期講習の申し込みにつながるんですよね。その後入塾してくれるかどうかに関してはもちろん塾の実力、教師長の実力、コースの実力によって変わってくるんで何とも言えないんですけど、いわゆる夏期講習と呼ばれているものに、参加してもらう難易度は冬と比べるとかなり下がるんですよ。冬期講習ってのは違うんですよね。冬期講習ってのは早く勉強をしないとまずいよなっていうのを、持ってくるんですね。普通、学年の切り替えのタイミングの3月、4月の集約のタイミングって、まあ、ここで成功すると塾は成功する。ここで集約失敗すると塾は失敗するっていう風に、まあ、言われてるぐらいなんで、3月、4月がボリュームゾーンなはずなんだけど、それよりも前に来る子たちってのは、夏とは違った意識を持ってるわけなんですね。なので、夏と冬の集約方法は全然違うんですよ。これを、夏期講習だー冬期講習だーって同じテンションでやってると、おそらくこのテンションだと夏はうまくいくんだけど冬はうまくいかないんですよ。で、逆になんだけど、細々としたことを説明して、細々とした、フォローなんかを説明すると、どっちかというと息を止めるような形になるので、夏には向いてないんですよね。もちろん説明を減らしましょうとか、そういうことを言ってるわけではないんですけど、やっぱり世間一般的に夏期講習はまあ受けるものだよね。そして別に自分の塾じゃなくても他塾さんがいっぱい広告出すんで、ああ夏だな、夏期講習だなっていう雰囲気ってやっぱりあるんですよね。夏期講習と冬期講習って新しく受ける人数が多いのどっちですかって聞かれたら、これ多分もう十弱皆さん夏期講習って言いますよね。冬期講習から新しく授業を取るような受験生とかいないわけですよね。だから夏期講習から授業を取るっていう受験生は存在するわけなんですよ。その受験生の勢い、受験生の焦りみたいなもうひっくるめて勢いになって、そこを他塾検討を、まあ、してなくて、もうそれなりに、夏はこういうのをやってほしいってのが決まってれば、夏期講習はきっと受けてくれるわけですよ。そして、親も人間なので、1ヶ月半勉強しない自分の子供とね、痛くないっていうニーズって、これ存在するんですよ。学校もないんだし、あんた1ヶ月半は暇なんだから、しかもうちはお盆になったって、あんまり大して遠くに帰省しないんだから、塾ぐらい行ってきなさいみたいな感じで、親から言うパターンですよね。で、これは非常に塾は
ちょっと保育所みたいな役割もあるんだけれども、そういうニーズが生まれるわけです。もちろん塾は保育所じゃないから、できない子はできないって言うべきなんですけれど、そういうニーズも存在するわけで、だから朝から授業始まり、晩まで授業がある。これが夏期講習なんですよね。で、それが朝から晩まで見てくれるんだったら、まあ、それなりに高額な料金でも払おうかなって思うのが、親の考え方なんですよ。表現として正しいかどうかは、ちょっと微妙なんだけれども、来る生徒来る生徒を、じゃんじゃん流して、強制にどんどん放り込んでいかないと、夏ってのは成功しないわけですね。逆に、冬を来た生徒を、じゃん強制に流そうとしたら、どっかの塾に行ってしまうみたいな。ことが、まあ、起こりうるわけなんです。夏期講習は地域だったりとか、まあ、対象としている小学校、中学校、高校のレベル感にももちろんよるんだけれども、基本的に学力のピラミッドの上中下、どこにあったとしても勢いで来ますんで、その勢いに応える感じでこっちも備えておかないと、なんか説明聞きに行ったけど、なんか普通だったし、違うとこにするみたいな、ことが起きるわけなんですよね。夏に関しては、志望校を高めに設定し、苦手科目を1ヶ月で絶対克服しようみたいなテンションで、やっていくのが僕は正解かなというふうに思ってます。冬とかなってくると、また、現実問題としてね、例えば、早慶狙ってるんだけど、確かに40とかなると、あと1年ぐらいで間に合うかな、みたいな、ことになってくるわけですよ。だから、どっちかっていうと夏だったら、まだ間に合うぜみたいな、ぐらいの感じの方が、受けはかなりいい。から、夏期講習は、そういう感じで受けさせるのが一番いいかなと思ってます。これが、まあ、夏はうまくいくんだけど、冬毎年こける、みたいな先生っていうのは、全部勢いでやってるっていうパターンだったりとか、夏は失敗するんだけど、冬は成功するんだよねっていう先生は、ちょっと丁寧にやりすぎ。世間のニーズが、まあ、勢いに乗っかってる、その、まだちょっと情熱で溢れてる時は、それにうまく乗っからないといけないんで、じゃあ夏と冬どっちが難しいのって。それはね、冬なんですよ。冬の方が難しい。冬はね、難しいというか、キャパオーバーを少し起こしやすくて、受験指導をしながら、非受験からの指導もするっていう、二刀流ですよ。業務量が圧迫されて、長時間労働になりやすく、パフォーマンスを出せないことがあるんで、まあ、冬の収穫は冬の収穫でしっかりと、9月、10月ぐらいに学んでおく。で、再度案内なんですが、冬の収穫方法に関しては、9月、10月、東京と大阪で僕が前に立ってやろうと思ってるんで、ぜひ参加してほしいかなというふうに思います。内容と料金確認して、見てください。よろしくお願いします。それでは参考になりました方は高評価、チャンネル登録とぜひ公式 LINE の方もね、登録よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。すべきはまず学校部活に友達に通じくれき他人成績遠征保護者特記事項情報から差別化戦略図ろう先生の教室現状は難点こっちりたけ教育百貨店。